元気にソ連生活。どうも、施設から脱出しようかと思ったら、容器集めさせられてるアリスちゃんだぞ。できればゾンビと会いたくないとマリサだぜ。残る容器はあと3つ。ソ連が生み出した凶暴ロボットと寄生植物が蔓延する研究所から、生きて脱出頑張るぞい。首ちょんぱ。いや、開幕から何やってんだよ。ここが2つ目の容器がある熱加工作業所用のボイラー室。ここのボイラーを冷却させて、容器回収するよ。行け、強制シャットダウン。せい、やあ。ってなわけで付近の敵は一掃したから、冷却用キャンドルを持っていこう。お、パーツ3近くのキャンドルとは違って青白い光を放ってるな。これを使ってボイラーの冷却ができるっぽい。マーカー的にはここが入り口かな。お、吸い込まれたみたいだぜ。これで冷却できたのか。いや、途中で詰まってるみたい。ここからはグローブの力で移動していこう。サイコキネシス使ってやることか、パイプ内のボール移動か。地味だな。よし、まずは一つ目からの二つ目、最後に三つ目。これで工場の室温が戻ったみたい。ただ蒸気に紛れてラボテックも出てきたね。ここは弾薬節約のため、ショックとポリマースロー。そのコンボ前回も使ってたが、長時間感電で動き止められるから強いよな。これからもお世話になりそうだね。てや、常温に戻った作業所に向かう途中、投資先の負の部下のストックハウゼンから連絡。ストックハウゼンというと、前回 VDNH で合流するよう言われてたよな。それに関しての連絡か。いや、ペトロフと一緒にいた女性、医者のフィラトバについてだね。彼はどうやら、その女性を何としてでも守り抜いてほしいみたい。え、あのロボット凶暴か犯人のペトロフと一緒にいたのにか。どういう風の吹き回しなんだ。本当に重要なことなら、投資先の負が直々に連絡してくるはずだし。つまりこれは、ストックハウゼンの個人的なお願いってところかな。お願いにしては随分と強気できてるが。声は盲目って言うからね。え、そういうことかよ。追加情報として、イラトバはもともと同志サチノフと共に研究をしていたみたい。イラトバが裏切った理由についても、今後明らかになっていくといいな。そしてお前は暇だからって回転切りするのやめろ。ようやく熱加工作業所に到着。敵は、いないみたいだね。こんな過酷な環境で何を研究してたんだ。地球より暑い星、つまり火星とかでも成長できるような植物の研究だね。なるほど、確かに高温に耐えられる植物があれば、火星を緑化することもできるってわけか。ロマンはあるよね。というわけで障害なく容器を回収。一つ目の藻類研究所より楽でよかったよ。ここでフィラトバについて、チャールズに聞いてみることになったよ。ちなみにさっきからフィラトバって言ってるが、彼女はパート2で助けてくれたラリサのことだぜ。このあたり結構重要そうなこと言ってるんだけど、長いしちょっと加速しよう。ラリサ・フィラトバは、チャリトン・ザカロフの後を継いで研究していたようだ。このチャリトンは、サチノフ博士の親友だったみたいだぜ。あの同志サチノフに親友がいたとは。さて、二つ目の容器をセッティング。お、今度は幹の部分が白く発光し始めたぜ。熱を与えたことで、活動を再開し始めたのかな。というわけで残り2つの容器を回収しに行くぞい。次は冷凍作業所かな。うげ、ガラスの向こうになんか嫌なものが見えた気が。あ、これは前回の寄生植物だね。効率的な飼料を目的に作られたみたい。こんな失敗作、早く処分しとけよな。お、こっちは鶏さんと人が戯れてるね。うげ。あ、ミュータントがお食事してる。うわぁ。研究所の奥へと進んでいくと、液体の中に家畜たちが閉じ込められた異様な空間に。悪趣味だな。しかしソ連では、動物愛護を訴える団体は全員シベリア送りにされるので問題なし。動物の権利より先に人権の確保が優先だな。で、この容器にはハンドルがついてるね。とりあえず回して変化がないか見てみよう。この画面に表示されている動物の図がヒントか？チェックマークとバツマークがあるね。多分これがバツマークだった牛さん。なんだこれは。偉大なるソビエトでは、家畜は生きたままミキサーされる。いや、グロすぎだろ。文句があるならば代わりに君がこの容器の中に入るかい。結構です。いちいちと殺所まで家畜運ぶのは非効率だからね。これが時代の最先端を行く、ソ連の有機ポリマー合成システムなのだ。というわけで3つ目の容器があると思われる場所に到着。ここでは月、火星、金星への人類移住に向け、過酷な環境下で育つ植物の栽培をしているみたい。いつか敵の反応があったから気をつけろよ。オーケー。さーて、みんな大好きパズルの時間だよ。絶対この論理回路パズル需要ないだろ。
今回は2方向に進むパーツをどう動かすかが重要なんだけど、天才のアリスちゃんなら、一切迷うことなく解くことができるのだ。お、ボタンが押せるようになってるぜ。うん、明るくなったね。この右にあるのが容器かな？自動的に充填されるってよ。ゆっくり充填していってね。あれ、なんか止まってるんだけど。チャールズによると、あの寄生植物が換気扇に巻き込まれて生成が停止したみたいだ。そういうのは先に言ってよね。再起動。スキルのショックで戻せるんだな。うん、あと2箇所だね。ただ寄生植物が死体とくっついてミュータントになってるのもいるから、上ばっかり見てないで周辺の索敵もしようね。よし、これであと1箇所。正面には敵いないみたいだぜ。と、後ろから殺気を感じる。ズドン。もう一体来るぞ。ふ、甘いわ。ズドン。やりきれてないぜ。そしたらエレクトロで対応。倒したらすぐ換気扇を再起動っと。戻ってボタンポチ。お、また動き出したな。今度はスプラウトが巻き込まれないよう、早めに駆除しに行こう。弾薬切れの心配が少ないエレクトロで狙うのがいいかな。一発で倒せるのは楽そうだぜ。エネルギー尽きるまで戦えるぞい。ただしミュータントくん、おめえはダメだ。君にはポリマーショックコンボをくれてやらー。スプラウトやミュータントは耐久低いとはいえ、こうして複数出てくると厄介だな。うまくスキルと武器を切り替えながら戦おうね。これでよしっと。ほい。エネルギー切れたから拳銃で射撃。そんなわけで、必死に戦ってたら冷凍ポリマーが完成。この調子で最後の容器も集めるぞい。ショットガン暴発させないでください。次に向かうのは殺虫剤作業所。殺虫って時点で、もうなんか嫌な予感がするんだが。虫の大群でも出てくるかと思ったら、まさかのロボットがお出迎え。弱ってるのか、ノロノロと歩いてくるね。ふう、気持ち悪い虫とか出てこなくてよかったぜ。と、こっちのロボットは元気そう。ポリマーショックの感電コンボで足止めするのだ。お、2体同時に感電させたな。弾薬節約のため、斧で殴る。うえ、ナイスキル。はい、こんにちは。って誰だお前。どうやら、殺虫剤を用意しないと、あの奇妙な生物が活動しちゃうみたい。なんでそんな危険なもの作ってるんですかね。ポリマー容器については、あの化け物の中にあるみたい。とりあえず、この人に敵意はなさそうだ。まったく、いきなり銃向けないでほしいものだよ。それにさっさと逃げればいいのに。確かに生存者ほぼいないこの地下施設で、この生物が暴れても被害でないだろうしな。彼は残りの殺虫剤を浴びせ続けるみたい。仲介した途端、強気になったな。なんでこうも扱いにくそうな人が生き残ってるのやら。というわけで黄色のシリンダーを探すことになったよ。なあ、黄色のってまさか正面の台車のやつか？想像以上にでかかった。さて、ここからはあのゴミ台車をひたすら運ぶパズルがスタート。めちゃくちゃ不要だから大幅カットしてお送りします。ゲームを買った同士は頑張ってクリアしようね。ところどころに設置された操作盤を使って、レール上を進めていく感じになるのか。そうそう。ちなみにこの操作盤は簡単に行けない高所にあるから、二段ジャンプ含めた操作に慣れてないとだいぶきつかったりするんだよね。ま、アリスちゃんは才能あるから、ちょちょいのちょいで成功するんですけど。都合の悪いシーンカットしてるだけなんだよな。まあプロパガンダはソ連の基本だからね。行け。行け。ふう、これでようやく出口付近に到着。回りまーす。また回りまーす。行くぞ。お、ついにあの化け物の元に到着か。一仕事終えた後のタバコはいいですな。どうやら違うコンテナだったみたいだ。え、今までの苦労は一体。We gotta ignite the polymer. Give me your cigarette. You can ignite polymer with a cigarette. ダイアンとしてポリマーを爆発させるみたいだ。Die, you prick!お、燃えてますなー。
にしてもこの化け物、まだまだ元気そう。おいおいおい、どうするんだよこれ。うお、足場が。あ、科学者さんそっちに。やばいやばいやばい。こっち来るなぁ。うげ、足が動かせない。科学者くん、頑張って戦ってくれたまえ。大量のスプラウトが化け物から飛び出てきてるぜ。うお、あ、科学者くんか。スプラウトに襲われちまったな。そして化け物が暴れた結果、天井が崩落し始めてるぜ。あ、もうめちゃくちゃだよ。でもなんとか足は抜けた。そしてお目当ての容器ゲット。おいおい、あの科学者動いてないか。やった、生き返ったんだね。一緒にこの地下施設から脱出しよう。いや、どう見ても規制されてるんだが。来るなー、やめろー。いやー、助けて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 。お、なんか変なの引っ張れるじゃん。ちぎったら無力化できたよ。まったく、ひどい目にあったぜ。さて、容器は全部手に入ったし、パーキツリーに向かおう。もちろん道中のミュータントは倒さないといけないわけだけど。なんか遠距離攻撃してくるやついるな。こいつは炎のミュータントだね。炎に変異したスプラウトに寄生されるとこうなるみたい。うえ、ナイスキル。む、右側に大型のミュータント。よっしゃ、勝負だ。お、結構ショットガン効いてるな。残弾はあと11発あるから、焦らず着実に当てていこう。ここで一旦ポリマーショットコンボ。感電したようだぜ。よし、ここからずっとアリスちゃんのターン。これで大型ミュータント撃破。早くパーチツリーに向かおうぜ。てなわけで無事生還。まさか容器集めのためだけにこんな時間かかるとは思ってなかったよ。動画にして1本と半分くらいだったからな。冷凍容器のおかげでパーチツリーの氷が溶けたね。最後に殺虫容器を入れに行こう。これでパーチツリーが元通りになったのか。うん、おそらくね。パーチツリーの正常化によって電力復旧。ようやくこの薄暗いバビロフトはおさらば。主人公はもう二度と容器見たくないってよ。それはアリスちゃんも同意。というわけで地上と繋がっているエレベーターに乗るよ。暇だしチャールズとお話ししようか。投資サチノフの親友だったザカロフ博士のことが気になるみたいだね。ザカロフの死因がサチノフしか知らないって、それ結構怪しくないか。投資サチノフが言うには、ザカロフはポリマー層に落ちて亡くなってしまったらしい。まあでも投資サチノフが言ってるなら信頼できるね。いや、十分怪しいんだよな。ほら、チャールズもその瞬間の録画データだけがないって言ってるぞ。ちょっとカメラの調子が悪かったのかも。あとはその実験用のポリマーは安全で、落ちたとしても泳ぐこともできたとか。か、金槌だったんじゃないかな。あとはたまたま危険なポリマーだったとか。絶対そう、そうに違いない。主人公から話振ったくせに、チャールズの疑念全否定するのな。チャールズとの会話も終わったところで今回はここまで。次回はいよいよ地上に出て、投資ストックハウゼンと合流するよ。このロボット暴走を止めるヒントが見つかればいいな。アリスちゃんのソ連生活は、まだまだこれからだ。